はい、皆さんこんにちは、.com.com です。レッドリレース実況プレイパート48です。さあ今回は戦闘メインに進めていきますけど、戦闘はもう全部カットを入れるかもしれません。まあ、たまにカードを使うかもしれないんで、ちょっとカードだけ確認したいんですけれども、どうなってたっけ。キューレが今どうなるの。あ、キューレレベル4になってる。どうしようかな、レベル4にすぐでもいいんですけれども、まあいいか、後々のお楽しみってことにしていって、もうフルミ使います。で、フルートがレベル2か。サムライトとディブロック、まあ、カード育成も1点なんですかね。直接進めていく感じですかね。ちょっとコードの場所も近いか、なんか気分的な問題ですけどね。じゃあどうしようかな。まあ今回のパートでだいたい育成を終わらせたいんですけど、正直まだレベルがこれだと後々のボス戦で厳しいかなと思ったんですね。まあ一応ボス戦一箇所ちょっとロケハンはしてますけれども、この最初のボスがどれくらいかかったかっていうと、実は5分ぐらいだったんですよ。だからまあそんなに苦労はしないかなっていう気がするんですけれども、そうですね、5分ぐらいだったっていうか、条件としては使ってあるのがキューレレベル2と、あとスキルが一切使わないっていう条件下でやってたので、まあ、あんまり苦労しなかったかなっていう印象です。なのでまあ最初のボス戦はまあ今の状況でもそれなりには苦労しないんですけれども、ただ2番目がちょっと厄介なので、そういう意味では、はい、ごめんなさい、そういう意味ではやっぱり育成を進めていかないといけないという気がします。なのでまあそうですね、やっぱり育成してレベルいくつぐらい、まあ、うまくいけば50ぐらいまで行きたいんですけれども、ただちょっと無理があるかもしれませんね。今のは補充倍速入れてたかもしれませんね。ああ時間計りすごいかな。とりあえず今覚えてるのが25秒くらいはカットするんだろうなということですね。25秒かまだわかんないな。一旦ここでセーブしたいと思ったけど、時間破壊損ねた。正直なんですけれども、まあロケハンしてて、まあロケハンっていうか、まあ下見をしてて、まあ、レイオンも結構攻撃力がコール並みにあるなというふうなのが下見した時の印象です。なのでまあそうですね、コールとレイオンをもっぱら攻撃専門にするって手もあるんですよね。キンマ君はどちらかというと魔法系なので、ちょっと軟弱なところがあるのかな。カード間違ってんじゃん。落ち着け。
なんでフルート使っちゃったんだよ、うち今。ちょっとしたボケでしたね。ごめんなさいね。まだ45秒ぐらいカットしか覚えてないな。1分15程度かな、わかんない。正直プラスアルファがあるんで、まあそこら辺は大丈夫なんですけれども、ただやっぱり心配。正直頭の中で暗算してるんですけども、今1分35秒ぐらい、わかんないけど、プラスアルファがあるんですよ、本当に。今自分の頭の中では計算してない分が。ちょっと待って、今のは1分40ぐらいだったかな。1分40だから、ごめんなさい、ちょっと計算させてください。3分15秒ぐらいか。ちょっと無理なことすると厳しいな。まあちょっとスキルフラグとか多少立てたんですけれども、まあ多分お見せしたと思うので全部カットしてます。ちょっと待って、安全面と溜まりすぎてない、今んとこ。いくつあんの？8つか、多いな。まだ今現在の総合収録時間が12分もすぐ20秒なんですけれども、そうやってまとめていった方がいいんだけど。お、9万ガンドもあるね。ちょっと待って、どのくらいだ。25秒程度か。4分10か。次の戦闘ラストかな、きっと。これはプラスアルファありますけど、大してカットしてないな、今。違う、大してカットできてないな。時間あと1回ぐらい戦闘できるかな。どうしよう。ここで切ります。ちょっと待って、今の状況だけ確認しますけれども、大して上がってない気がするな。40まで行きたかったんですけれども、しょうがないな。じゃあしょうがないですよ、でもここでセーブします。で、次ですけれども、最初の物戦行きたいと思います。では、レッドリレース実況プレイパート48は以上になります。ご視聴ありがとうございました。